イベント決定。2月の21日、場所がセレネさんです。セレネさん概要欄からチェックの方をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ファッションってインスピレーションじゃない。どうも久しぶりにやってきました、はい、インスタンバトル表参道。あ、今回はもうやばいことになります。表参道です、はい、高い服しかないないね。イベントの衣装をね、決めがてら買ったらええんちゃうかと。いいねお金の上限も今回ないです。おー、で1人1個買えばもういいとして何でもいいです。いっちゃうから。のりさんね、今日15万コースの可能性あります。何がいいですか。参道バレンシアがあります。うわー、というわけでね、もう皆さん好き放題やっていきます。ありがとうございます。ありがとうございます。バレンシアが、いやー、まずどこ行くんですかこれ。まあ、まずバレンシアが安くても15はするんで、だって前から欲しいって言ってた。じゃあまあ15は行きましょう。京平さんはこれ10。じゃあ俺30。それはこっちは所用で ST 用にやべえ車買ったから、はいはいはい、君は5、控えめ。まあ妥当だぞ。控えめではないけど。まあ行きましょう。相変わらずもうターボが速くてね、瞬殺だったから。もう来ました。これおいくらですか。17,000円でございます。早い早い瞬殺。まあ持ってなかったから買っただけ。行きましょう。はい、はい、あれまたヒヒ行っちゃいました。28,000。すごい安かったんでね。はい、いただきました。エイプちゃん、今 ST で流行りの。熱い。俺だって負けねえし。エイプ買うし。負けねえだろお前。いや、もう出てきとるだな。じゃあ競技も買ってるっぽい。あ、そう、買ってるっぽい。じゃあもう俺ら探しに行っちゃおうぜ。僕たちちょっとあんま好みのものがなくて、ちょっとね、いや、大きめのサイズないよね。とろついてますね。そんな中ちょっと2名がまた取りちぎっているという状態なんですけれども。ちょっと今打ち合わせで、はい、この顔やってくれんって言ったら、はい、出っ歯でできなかった。でかすぎでかい。また買ったんすか。次いくらですか。これ全然27,000です。全然っておかしいから。このシャツ全然29,000円。え、このサイズ。オフホワイト。オフホワイト。うわ、惜しかった。 ST なんか急にハイブランドばっか買うようになった。なんででしょうね。なんででしょう。お、ついについに正義さん。正義さん購入しましたから。正義って結構買うの結構あれエグいから。いや、普通です。3万。普通じゃないよ。持ってない色があったんでいきます。まだまだ買うっぽいんで、残りまあ多分いくつかな、みんな多分誰かが買うと思うんですけど、はい、それはまあお家帰ってからということで。わかりました。開封タイムで。俺も買うぜ。俺ちょっと買うから。お会いしましょう。マラさん。レッツゴー。レッツゴー。やってまいりました。SE スタジオ。こんな感じ？まあということで、はい、次の日になりまして。画期的なね、はい、アイディアを生んでしまいまして。いつもなんかビリが決まってて悩んでたじゃないですか。どうにかならないのかみたいな感じになってたところ、インスタグラムでなんと、SE スタジオっていうね、公式のアカウント作りました。ここに全部一気に投稿したら、ちゃんと決まった人しかいない。頭いい、最高。いいね。ビリのやつに触られた。そこに一気にインスタバトルの写真が載りますので、はい、いいなと思った服装の人にいいねしてください。1票だけで、これはもう1票だけです。おお、これすごい。これはもう先にじゃあ金額発表しておきましょうか。はい、合計金額20万円。俺だけで15やったっけ。バレンシアがやめましたよね。発表していきましょう。よっしゃー。じゃあもう今日サクッと僕1番いっていい。あ、1番。おー、珍しい。ワンアイテムです。おお、もう持ってない色いきました。じゃじゃん。うわ、かわいい。えー、なにこれ。サン&シンなスカジャンです、ね、うわ、めっちゃかわいい。かわいい。コーディネートの感じとしてはまあ、ね、なんて言いますか。猫出てきましたね。ラブリーギャング。ラブリーギャング。僕は語らずにね、インスタを見てもらえればいいのかなっていう。じゃあ次花木と。これでございます。これはすごい。これは可愛いな。ほら、こんな感じです。こんな感じ。おー、後ろがこんな感じでございます。おー、後ろ可愛い。テーマ、テキサス
州に住むカウボーイ野郎。オッケーでーす。おーじゃあ、はい、お店はドーブだ。ドーブのコーチだよ。いいね。で、これ後ろ見てください、これ。じゃじゃーん、かわいい。かわいい。げー、噛んでるよ。噛むな、お前。ガチのやつ。ちなみに僕もう1点買いました。おっ、ねー、かわいい。色攻めてるね。そう、かわいいでしょ。で、まあ今回は僕のあのコーディネートテーマ、フラッシュダイナマイツ。どういう意味ですか？輝く爆発するという。輝く爆発する。動詞の連発。今回もこれでね、1位いただいちゃう。めっちゃ光ってるよ。でもノリの背中さ、すっげえ白いのがチラチラしてるんだけど。まだここの席やし、ちょっと嫌やし。指映んないが不安ですけれども、指は本当に怖いぞ。え、動いてないよね。何で動いてない？ずっとここだ。ここだよね。え、もともと、え、今腕動かした。何の、ずっとこうやって動いてない。わかるか、このね、ここなんです。そこは光る。ここが光るんやけど、え、そこはもうここなんや。おら、でもここがめっちゃ光る。ボケめっちゃ風使ってて、めっちゃ張った今回。まずね、エイプのトレーナーです。エイプ、ピンクかぶり、ピンクかぶり。あら、ほんとだ。そうそうそう、ピンクかぶりや。こういうピンクは持ってる。あ、そうなの。ジャケットのピンクが。なるほどね。君の話になっちゃった。ありがとうございました。違う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 。あと持ってないズボンがあってね。ズボンっていうのダサいね。そう、もうパンツって言えよ、パンツ。汚ねえな。もうこれ以上悪玉要素増やさないで、もう。もうやめろ。もうすることを拒否した。ダメージンズ。じゃん。おー、これはいいんですよ。オッケーオッケー。オッケー。いいね。今のオッケーオッケーはもうボール回しでしか聞いたことない。で、普段着に変えました、俺。ST 謎の普通にはね。じゃじゃん。これやばい。ホワイトシャツ。え、これやばい。これキーよ、これ。だからビリなの。やば。これ着ました、これ。着た方がもう絶対みんなね、評価してくれるよ。やべえ、もう遅いです。今回からもう平等になってるんで、罰ゲームえげいですよ。えげいですよ。えげい。バックメイてます。バックメイてます。いや、もうやばいよ。罰ゲーム今回なんと3日か。はちょっと待って、やってるよ。来た。いや、もうカメラカメラカメラ。うわ、ちょっとやばい。なんて言ってる。ヘイシリって呼んでない。私はここにいます。待って待って待って、それはこれはやばい。ちょっと待って、お前です、これはやばい。そやばい、やばい。そんなこと、マジでやばい、マジでやばい、マジでやばい、マジで。これだって、これみんなめっちゃわかりやすいぜ。おお、だってみんなめっちゃわかりやすいぜ。おお、だってみんな、だってみんな、だってみんな。みんなもうだって、メダルの人は信じてくれてるの分かってるんですけど、みんな数パーセントはまだ信じてない人いるじゃないですか。ああ今、ノンカットで流す。そんなことある？えっと、やばいっすね。やばいやばい。じゃあ罰ゲーム3日間。3日間全身ピンクスコーデ生活。うわー、林はペーパーコーデ生活ね。そう、もう結構恥ずかしい。マジで3日間あのインスタ撮り続けてもらう。うわサブチャンネルにも上げていただく。うわー、うわー。ということで最後、じゃあノリさん。はい、私はもうエイプ縛りで、こちらシャークですね。これね、あの俺の方がかっこよすぎて欲しくなっちゃった。あ、そうそうそう。そしてこちらです。うおー、エイプのジャケットですね。チャックのところにもエイプのロゴが。いや、めっちゃ押したんす、それマジで。これ取り合いだったの、結構メンバーで。俺と大輝とそのノリで取り合いだったんだけど、権力で。うわ、権力、お前権力出すなって、お前こういうとこで。で、なんか俺が最初見つけたの。ほんなら正義が、え、それめっちゃかっこいいみたいになって、そう、それ育て配慮みたいな感じになって、でも、いや、どうしよっかなって迷ってたから、俺もうこれ買っちゃうからねってスピードで行ったら、こんなこと言って、まあ後から入ってきて、権力がじゃないんですよ。俺が買うわが、もう言ってへんわ。後からスピード勝負ですから、この勝負は。後から入ってきて、テーマは、テーマ、何なのそのぼやき。世界の争奪戦。世界の争奪戦。テーマその場で気分にやめてもらっていいですか。まあ、ということで5人のコーディネートが揃ったということで、この後皆さんぜひ概要欄からインスタに飛んで、で、あの公式アカウントができたので、うん、そこに一気にみんなのコーディネートを上げていくので、うん、そのインスタ、公式のインスタをフォローして、そこからいいねしてください。
明日の夜中までとして結果発表です。おー、これはちょっと怖いぞ。楽しみやな。リーダーの方は本当に3日間林はペーパー5生活やばいね。少しでもおしゃれだな、この服欲しいなっていうのがありましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お願いします。それでは次のインスタバトルでお会いしましょう。バイバイ。インスタフォローよろしく。覚悟でぶっかまされてる奴ら結構